ヘンリー、オタニ、ヘンリー、オタニ、ヘンリー、コタニ、本名、オタリソウ、死、1887年4月25日から1972年4月8日は、大正、昭和期の映画監督。日本映画初期に、アメリカから、最新技術を紹介、実践し、開拓者、指導者としても、大きな役割を果たした。広島県、二ホ島村。 現広島市南区、日本町を生まれ、幼少時に両親とアメリカへ渡り、ハワイ、サンフランシスコと移住。ハイスクール卒業後、オークランドヒルズカレッジに入るが1911年、退位。ハイスクール在学中の1907年から、サンフランシスコのアルカザー劇場で働き、1913年に、トーマス・エイチンス撮影所へ入り、火の海、1914年、 レジナルド・ワーカー監督など俳優として映画、舞台に出演する。ここには、青木鶴子、トーマス、栗原、早川節舟もいた。1917年、フェイマスプレイヤーズ・ラスキー、後のパラマウント撮影所に移りカメラマンとなる。カメラマンになる前は、ブドウちぎりの食についていたと書かれた文献もある。同年、セシル・ウー・デミル監督、ジャンルダークで、 アルビン・ワイコフの撮影所、1923年の10回でも撮影助手を務め、史上初めて斜めパンをやったデミルの仕事で、ヘンリーが右手でクランク、左手でパニング、残るは三脚の一本に足をかけてキャメラを持ち上げたとい。1918年のジョージ・メルフォード監督、隠された真珠でポール・ケリーの撮影助手を務めたと言われる。また在米中には、 哀愁や、心の旅路などで知られる名称、マービン・レロイやエイムズ・ウォンハウなども指導している。ウォンハウは、オッタリから撮影のすべてを学んだと話している。当時のアメリカは、激しい配日運動が起きていた時代。早川幸衆のような俳優は、キャスティングの必要性と運があって活躍できたが、演出、撮影の人たちは、組合があるため簡単には入り込めず。 そこから這い上がるのは容易でなかった。1920年、松竹が映画事業に乗り出し松竹キネマが創立され、アメリカより技術者を招くこととなる。それに伴い、セシル・ビー・デミル監督や田口桜村に推薦され、松竹蒲田撮影所に撮影技師長として赴任する。蒲田撮影所の監督や俳優を含めた全書員の給料の合計が3000円だったと。 言われるが、ヘンリーの月報は、その半分、当時としては、天文学的数字の1500円だったと言われる。松竹は、幼いカオルをリーダーに、映画事業に乗り出したと言っても、映画の作り方を本格的に知る者は誰一人、おらず、何から手を出すか、ヘンリーが来るまでは誰も分かってなかったと言われる。ヘンリーが到着した同年7月19日、横浜港には、 白井慎太郎撮影所長、幼い薫撮影総監督、田口桜村撮影部長ら、小竹の首脳陣や蒲田の俳優たちが、総出で出迎える歓迎ぶりであった。それだけ映画先進国アメリカにかけた夢が、大きかったのである。まだ自動車が珍しい頃だが、一行は、新型自動車に分譲し、大パレードで、東海道を一路蒲田撮影所まで向かった。この日、 撮影所の表門脇では過酷みの撮影が行われていたが、表門を入った車から身軽に降りてきたヘンリーが、キャメラの助手が手にしていたレフ板、リフレクターを素早く取ると、さっと脇の板塀に登り、両手で高くかざした。レフ板を高い位置に持っていき、反射光線を当てるという技術さえ誰も知らなかった。それだけのことで、被写体である人物は、くっきり浮かび上がり、見事な画になった。 レフ板も人工光線もすでに映画制作の現場で使用されてはいた。レフ板を日本人が目にしたのはこの前年のことだったが、それらは十分に活用されてはおらず、それまでレフ板はステージの上か地上に立てて太陽光線を反射させ主要対象物や背景を明るくするものと思われていた。この話は広く知られ、今日伝説とさえなっている。 フラットな照明が支配的だった。それまでの日本の映画制作現場に立体的効果を持つ照明法をハリウッドからもたらした。海のものとも山のものともわからぬ書内を指導。早速、まだステージのないかまた撮影所での小畜第1回作品、川田義子支援の島の女を木村金華と共同演出し、光線の扱いの鮮やかさとアメリカ仕込みのカメラワークで、 新しい時代の扉を開いた。ハリウッド帰りのカメラマンの異性を買って実質的にはヘンリーの演出と言われる。松竹70年史には大谷武次郎社長が何でもいいからアメリカ流に一本作るようヘンリー・をたりに言いつけた。ヘンリーはカメラマンだが編集のことも演出のことも本場仕込みだからできないことはない。 中略それが世に出た松竹キネマ創立披露第一回作品となった大正9年11月1日、ヘンリー・オタリの作った島の女が山田工作式の大公共楽団の演奏と共に歌舞伎座に公開されたと書かれている。翌1921年には、後の大スタークリシマスミコのデビュー作、不美人奏の脚色、演出、撮影を一手に引き受け、 最新技術を駆使して、周りのスタッフを驚かせた。特に、オープンセットでの幸運と流行の合戦シーンには、多くの人数を動員して迫力あるシーンを取り、日本最初のスペクタクルシーンを実現した。さらに本作品において、栗島澄子という初めてのスター女優を誕生させた。栗島自体が典型的な日本の女性美を備えていたこともあるが、栗島のクローズアップの映像は、 それまでの日本映画にないシャープな陰影とツヤのある画面となり、これにはヘンリーの技量が預かって大きかった。それまでの映画のヒロインは、舞台劇出身の男性が不自然な女装をするか、進撃やオペラ出身の女優で、いずれも規制部隊人としての方があって、自然に流出するナイーブな演技を見せることはなかったが、栗島には幸いそうした舞台的な臭みも癖もなく、ヘンリーによって、 アメリカ的な表情的質を指導されたため、映画劇の求める演技の純粋性を発揮した。また、女優の化粧もヘンリーによって改革されたと言われる。ヘンリーは、ハリウッドから輸入した、マックスファクター製の動乱をたくさん持っていて、栗島にも直接化粧を施した。顔が白いと、着物や背景との光の反射比が強くなり、明るい側の顔のディテールが潰れてのっぺらぼうになる。 このため、茶褐色、肌色の動乱を塗る。化粧といえば、舞台での白塗りに慣れていた女優にとって、茶褐色の化粧はどこか薄汚れて見え、当初戸惑いがあった。映画を見て、初めて表情のディテールが、くっきり再現しているのを確かめ、その効果を知った。以後、撮影には動乱が広まった。ヘンリーの動乱化粧と、ライティングによって、名簿の美女、クリシマスミコは、 スクリーンのアイドルになった。松竹70年史には、この映画の収穫は、日本映画のスターシステムを確立させた大一人者として、その後の松竹映画の大衆的人気と、工業的引力を与えるに役立ったと称えられ、松竹の商品映画として一つの金字塔となった作品であった。栗島の出現は、日本の映画劇に非常に、 明るさと美しさと若さをもたらして日本映画発展の有力な鍵となった。本作と幼いカオルが指揮した路上の霊魂の2本で鎌田撮影所開設10ヶ月にしてやっと映画らしいものに到達した。続いて監督した弁工とその妻は貫通を扱いトランクはエロティックな場面があり共に検閲で公開禁止となった。 ヘンリーのもたらしたアメリカ直輸入の映画作りはそれまでの日本映画を飛躍的に改革した。オタニの撮影は歌舞伎やシンパの舞台をそのまま再現したようなそれまでの非映画的な日本映画となり映画的な映画を実現するものとして高く評価された。日本映画の様相が一変したとも言われ画面が非常に明るくなったカメラポジションが 細分化した、今まで眠っていたような画面が躍動してきた、表情が新鮮に描写された、すべてがドンからビンに、アンからメイに、夜から朝に、眠りから目覚めへと変わった。ハーフトーンの画調なども、それまでは、絶対に見られないものだったという。それまでの日本映画は、それぞれ独自に編み出した流儀で撮影、現像、編集を行ってきたが、そこには、職人気質や秘密主義があり、 科学性が乏しかった。それまでコストを下げるためという理由もあって、不統一だったカメラスピードを毎秒16コマに標準化したのもヘンリーと言われる。レフ板を盛んに使用するようになったのもヘンリーが最初と言われる。これらレフ板の持ち方、カメラポジションの定め方などを手を取るように教え、グリスペインと動乱による映画的化粧法、撮影現場の手順。 合図の方法。それらは、現在のテレビスタジオでもそのまま使われているや、当時の進歩的監督でさえ、一番増えてだった、イルム編集、カッティングなどを、ハリウッドそのままに移し、それまでの監修を、全く無視した、新手法を施行した。証明で言えば、それまでの日本映画は、光線への配慮が低く、現像技術が未熟なこともあって、的確な判断はヘンが来るまで、 誰にも不確かであったという。小畜がアメリカから輸入した高価な水銀ランプ、発電機のほか、多くの照明機材は使いこなせる義師がおらず、倉庫で眠っていたと言われる。ヘンリーは撮影所の本館にレンガ作りのヘンリープロダクションを構えて、編集作業を行った。従来の編集はフィルムを素手で扱い、フィルムの始めと終わりをピンで止めて、後は垂らしておいて、 それを下に引きずる、接続作業は日本バサミで行うといったひどいものであったが、ヘンリーはフィルムは一カットずつ、シーンナンバーが入ったものを必ず洗った白手袋をはめて、そっと巻いて棚の中に収めた。必要があれば番号を見て取り出し、フィルムジョイントは一切機械でいった。ヘンリーはそれまで漠然としていた編集という仕事を、 具体的な自らの緻密な作業を通して知らせた。このか、オタリと同行した装置家のジョージ・チャップマンによって進んだ装置作法等が伝えられた。また、オタリの演出法はグリフィスシステムを踏襲していたため、俳優にシナリオもストーリーも説明しない。その場その場で泣け、笑え、歩け、走れ、などと言い、自然な動作こそ、 最上で少しでも好意があってはならないと強調した。だから泣けと言われれば悲しくなくとも涙を出さなければならない。こっぴどく叱られて悔し涙を流すと、それとそのお写しを取るという具合だった。佐藤多段はそこに立って5歩歩いてそこで止まってあそこに助監督が拳を掲げているからそこに視線をやりなさい。向こうにいる人は誰なんですかって聞いても それは知らなくてもいいという、こういうお谷演出には意味があり、それまで女性の役を演じていた小山二代は、この頃映画界に女優が起用されるようになったから、こういう素人に演技指導する上では前述のような演出が有効だった。この演出法を徹底的にやったのが小津安二郎です。これは清水博士と直接結びついているなどとオ谷をかまた、 大船町スタイルの先駆者として評価している。また佐藤は、ヘンリー・オタリから教えられたやり方を見事に、完成させたのが、島津康次郎という監督でありまして、島津康次郎のやり方を見事に受け継いだのが、その助監督だった、木下啓介ですと文字ている。ただこうした演出法は極端だと敬遠されたとも、言われる。ヘンリーの持ち込んだカタカナのただしい映画用語。 今日映画でもテレビでも何気なく使われている言葉のほとんど、例えばシナリオ、台本、キャメラ、機械、または写真機、キャメラマン、技師、または撮影技師、メイキャップ、化粧、セット、舞台、ロケーション、で写し、ロケーションハンティング、ロケハン、ロケ探し、スタジオ、撮影所、ライト、光線、ファン、ひいき、ダブルロール、一人に役、カット、 場面、トリック、特殊撮影、カッティング、編集、レフ、反射板、エキストラ、臨時屋とい、かっこないが、それまでの日本での慣用語などは、オタリと一緒にアメリカから持ち込まれたものと言われる。後に、鎌田撮影所長になった、木戸史郎は、ヘンリーの功績を次のように称えた。当時の鎌田にも、すでに在来の監督、カメラマン多数が在籍していたが、 彼らは、ヘンリーのアメリカナイズされた技術に注目し、撮影現場であるセット撮影、あるいはロケ処理を脅威を持って眺めていた。そうすることによって、彼らは見よう見真似で自然に映画技術を身につけ、それを自分の作品に取り入れていった。映画撮影者に諸行を与えたことは、一小地区ばかりでなく我が国映画界に対する大きな足跡であり、功績であったと言えよう。 撮影技術の石杖を作った人物として、小谷もまた、日本近代映画の父である。1921年満州鉄道から移植された記録映画と、夕日の村を撮って、鎌田を去る。理由は諸説言われる。ハリウッド式映画技術の伝授が終わり、カメラマンが育ってくるともはや、ヘンリーの役割もすで居場所がなかった、あるいは新しく撮影所長になった、野村カオルテが導入した。 見えやすさを優先したシンパスタイル映画の中に、撮影、照明技術が革新的すぎるおたりの技術は必要とされなかった。また、高額なギャラを松竹が払い続けられなかったため、などと言われる。毎日、自動車に女優を2、3人積んで、彼方から銀座のレストランに昼食に通ったと言われる。1923年、自身のプロダクション、ヘンリー映画製作所を設立し、 絶切れすずめ、トーマス、栗原、関美佐を出演と、属アマチュアクラブ、トーマス、栗原監督主演、関三竿、葉山道子出演を制作。同年3月創刊された名古屋における、最初の本格的な映画雑誌、中京キネマ創刊号に寄稿。同年関東大震災に遭い、松竹が京都に設立した松、竹下鴨撮影所と契約、時代劇など7本を監督。 撮影した。1924年の黒蜂蜜市川新太郎主演、犬塚る脚本は、伏見桃山城司に膨大なオープンセットを組んで、400から500名のエキストラを動員。当時としては他に見ないスペクタクルなもので、新聞、雑誌記者も多数詰めかけ、大層な人数の群衆が押し寄せたと言われる。同年、松竹下毛大社。この年、 電通映画社の母体で、日本電報通信社、現、電通内に設置された、電通写真家活動写真係の立ち上げに協力した。1930年日本発生映画社のチーフカメラマンとなり、中山七里を撮影、1931年日中合作、日本発生映画イコール大中国英変更し、雨過ぎあっぱれを撮影した。本作は、 川谷拓造の父、川谷翔平が当初撮影予定であったという、1934年京都、エトナ映画社設立に関与。戦後は、中流軍から招かれて、アメリカ陸軍通信隊映画班の教官となった。混沌校の自伝小説といわれる、十二回崩壊に、ヘンリーが登場する。この書によれば、ヘンリーは日本に招かれた時には、 千代子というアメリカ生まれの二世の夫人がいた。松竹時代のヘンリーは、花房ゆり子と噂があって、家を開けることが多く、千代子夫人は、寂しさからか、近藤公や谷崎純一郎、花屋翔太郎らと交友を持った。中でも今は、千代子夫人に、熱烈な恋愛感情を抱き、十二回崩壊は、千代子夫人とのエピソードが大部分を占めている。晩年は、 日活の女優だった、堀時子と結婚し、パラマウントニュース局党代表、銀市長となり、ニュース映画界の啓発にも一役買った。1960年、日本映画の尖閣者として、近代的撮影技術を確立させた功績により、毎日映画コンクール特別賞。1964年、君後東水法省受賞。小畜下鴨時代に、 ハリウッドから帰米を要請されたが、ついに、日本に踏みとどまった。再び人種偏見と戦うことに二の足を踏んだと、言われる。ヘンリーの息子、a 一は、同郷の大林信彦の個人映画時代のスタッフで、付き合いがあり、ヘンリーを二度役者として起用。亡くなる一年前に、大林の CM に出演している。1972年、脳卒中により、東京で死去。 84歳。小谷の教えを受けた映画人は数多いが、特にカメラマンでは小津安二郎を指導したことでも知られる、青井川道夫、野村博、水谷文次郎、吉田秀夫、川口和夫、持田米彦らの名手が門から出ている。このほか、菊池山根の師匠、高畑隆はヘンリーの甥い、大久保忠元はヘンリーの助監督を務めた。 小竹鎌田時代の作品は現存しない。記録映画数本が東京国立近代美術館フィルムセンターに所蔵楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。